こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3寿司やっていきたいと思います。今回するのはモーグリニャン。実は先ほどクポの実をゲットしました。ということで行ってみたいと思います。ん？何か聞こえなかった？ビス？確かに聞こえたで。ビス可愛い。でもどこから？うわ、何これ妖怪？クポ、モーグリニャンと呼んでくれクポ。可愛い。モーグリニャン。モーグリニャン？一応オレッジと同じ猫系妖怪みたいじゃにゃん。クポ。くんくんくん。どうしたの？いい匂いがするクポ。もしかしてクポの実持ってるクポ？クポの実？あ、そういえば持ってた気がする。よかったら食べる？クポの実を手渡した。かわいい。おお、美味しかったクポ。もうグッチー、クポの実大好きなんだクポ。ありがとうクポ。うん、うん、どういたしまして。君の名前はなんていうクポ？俺はコード、こっちがジバニャンで、私は完璧妖怪執事のウィスパーでウィス。ウィスパー、ダサい名前クポ。だぞこりゃ。送った。そんなことよりコード、お願いがあるクポ。ん？どうしたの？仲間を探すのを手伝ってほしいクポ。もぐっち、とっても困ってるクポ。お話聞いてほしいクポ。おお、話しかけてみよう。仲間を探してほしいってどうしたの？迷子にでもなったのにゃん？もぐっちたち、この森でかくれんぼして遊んでたクポ。でもどれだけ探してもみんなが見つからないクポ。もうもぐっちの負けでいいクポ。みんなを探してきてほしいクポ。かくれんぼでミスか。お願いクポ。モーグリニャン見つけた。お、ご褒美にグリーンマンゴー。このクエスト受けよう。不思議な妖怪モーグリニャンと、モクノームの森の中で出会ったかくれんぼをしているという5匹の仲間たちを見つけよう。いいよ、探してきてあげる。ありがとうクポ。コートは優しいクポ。モグチの仲間は全部で5人いるクポ。よろしくクポ。この森結構広いですが大丈夫でウィスかね。よし、頭のポンポンが目立ちそうだし、きっとすぐに見つけられるよ。クエスト発生。モーグリニャン、ナビしよう。よしよし、でも探しに行こう。どっちにいるのかな。頭のポンポン、これ案の定がいるところだ。モーグリニャン見つけた。クポ、見つかっちゃったクポ。君はかくれんぼの天才クポね。そうかな、ちょっと照れる。かくれんぼは終わりにするから戻ってきてって言ってたよ。わかったクポ。それじゃあモグッチは集合場所に。集合場所はどっちクポ？遠くまで来たからわからないクポ。川を渡ったあっちの方だよ。ありがとうクポ。行ってみるクポ。大丈夫かな。かわいすぎる。もうグリニャン、なんか箱もありましたね。お、術の秘伝書、すごい。
この方にいたんだ。ここ初めて通ってきた、ここ。ってことはなんかこっち側にはもういなさそう。近くには多分いないですよね。他のとこ探してみよう。いや、それにしてもファイナルファンタジーとのコラボっていうのどっちも私は大好きだから、チョコボにはもう嬉しかったけど、モーグリにはもう嬉しかったんですよね。早く遊びたかったんですが、クポの実があまり落ちなくて何回か挑戦しました。あれ迷った。どこから来た。あ、ここか。危ない危ない、ここはいなさそう。霧が深くて奥まで見えないから。クポ見つかっちゃった。クポ、いや、っていうか隠れてないよね。このクマちゃん見てたら隠れるの忘れちゃった。クポ、誰かの忘れ物。クポ、どうだろう。それよりかくれんぼは終わりにするから戻ってきて。かくれんぼなのに見つかったらダメじゃないの。もぐち、ここに隠れてたら出られなくなっちゃった。クポ、出るの手伝ってほしい。クポ、うびっくりした。大丈夫、ありがとう。クポ、見つけてもらわなかったらずっとハマってたかもしれない。クポ、もぐちは先に集合場所に戻ってる。クポあ、戻っていった。これでなんとなく見てきた気がするけど、他のところにもいるのかな。こんなになんかさまよって中にいるの。え、おお、ん、い、見え、あ、いた、発見。モーグリには見つけた。クポー、え、お腹空いてる。あれ、どうしたの。もぐちお腹減った。クポー、クポの実持ってない。クポ、ごめんね、もう持ってないや。かくれんぼを終わりにするから戻ってきてって言ってたよ。そうなの。クポなら戻りながらクポの実探す。クポ、先に集合場所に戻ってる。クポ、寄り道して大丈夫かな。まっすぐ行けない。どこどこ、またなんか同じとこ来てしまってる。逆サイドを探してみよう。あー、足に疲れてるよ。端っことかはいないね。どこどこ、やったね。かくれんぼはもう終わりにするから戻ってきてって言ってたよ。わかった。クポ、集合場所に戻る。クポ、
とかでね、モグリを取ってたりするから。モグリにはもう得意なんだ。ふか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 。やっぱりクポの実は美味しい。クポ食いしん坊この子はかくれんぼの時は隠れる場所に注意。クポまた出られなくなったら大変。クポこの子が出られなくなった子かよし、話しかけよう。みんなを見つけちゃうなんてすごい。クポありがとう。クポみんなが戻ってきてくれてよかった。クポうん、どういたしまして。もぐっち、君と友達になりたい。クポよろしく。クポやった、モグリニャンと友達になった。かわいい。ニックネームつけないつけないやったー、チョコボニャンの隣だ。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よろしくね、これからは一緒に遊ぶ。クポクエスト、モーグリニャン見つけた、バッチリ解決、嬉しいかわいいかわいい。お、経験値もあってグリーンマンゴーも2つもらいましたね。さあ、ルーレットボーナス、大当たりは、あ、超経験値玉欲しい。来た、あー、1個ずれた。はい、フランスパン、ゲットこういうのだっか、悲しい。みんなが戻ってきてくれてよかった。クポよかったねはい、ということで今回はモーグリニャンやってみました。とっても可愛い、もうクポっていうのがね可愛すぎるファイナルファンタジーコラボは、モーグリニャンとチョコボニャン、どっちもやったんですけど、これは私の好きなゲームのコラボということで、とっても嬉しかったです。これからも妖怪ウォッチ3サブクエスト残ってるものもあるので、そちらを楽しくやったりとか、あとはやり込み要素がある延々あぜ道だったりゾンビナイトだったりやっていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!